私は大学で「道徳教育指導論」という講義を履修しています実質の内容は小学校高学年に向けて手品師という道徳教材を使って授業をする時自分が教師だったらどのように授業を構成するのか考えると手品師のあらすじは以下の通りです。あるところに腕は良いいがが貧乏な手品師がいた 手品師はいつか大劇場で自分の手品を披露することを夢見て日々腕を磨いていたある日手品師が道を歩いてるとしょんぼりしている小さな男の子に出会った声をかけるとお父さんが死んだ後お母さんが働きに出たままずっと帰ってこない。 そこで手品師が男の子に手品を見せてあげるとこの男の子は大喜びまた明日も来てくれるかと聞いてくる手品師は必ずここに来るよと約束して二人は別れるその夜手品師の友人から電話がある友人は明日大劇場で開催されるショーに出演する予定だった有名な手品師が急病で倒れてしまった代役が必要なんだ君を推薦したという手品師は悩みに悩んだ大劇場を夢見る手品師にとってまたとないチャンスしかしそのためには 今夜出発しななけければいけないそうなるとあの男の子との約束は守れない葛藤の末手品師は大劇場の推薦を断り男の子との約束を守る選択をした翌日たった一人のお客さんを前に素晴らしい手品を披露する手品師の姿があったこれが小学校高学年のための教材で教授は授業を 構成する際三つのポイントがあると言いました一、教材に興味を持ってもらうために導入で教師は何をするか二、この話について生徒に最も質問したいことは何か3まとめで教室が生徒に伝えたいことは何かこの三つをポイントとして考えろっていう大学講義だったんです私は約束を守れなかった経験があるか生徒に質問する二、二つ目もしも男の子が約束の日に現れなかった場合手品師はどんな気持ちになると思うか三 自分の心に対して誠実であることとか考えたのですがどこかありきたりになってしまい何か違う気がします岡田先生ならこの教材をもとにどのような道徳の授業展開をされるのだろうと気になったため質問させていただきましたこの話のポイントは約束なんですよねここまで誰でもわかると思うんですけども手品師が子供として約束は誰でも気づくんですポイントはもう一つの約束が実は存在しているとこの裏に存在しているという風に生徒が気づくかどうかなんですだから普通に話して約束ってやっぱ 大,大切ですよ誘導しちゃうと 面白くない道徳の授業になっちゃうんです教室で教える道徳の授業って生徒たちがですね教師が考える正解を探しちゃうんです教師が考える正解を推理してそれを答えてはい道徳の授業終わりっていう風に考えることを放棄してしまうとありがちなんで。で、これをさせないのが教師の役割だと思うんですよいかにさせないような矛盾に生徒を追い込むかなんですよで、これを前提にですね三つのポイントを考えてみようと思うんですまず一つ目教材に興味を持ってもらうために導入で教師は何をするのかっていう 教師の考える正解を生徒に推理させないっていうのが大事です。だから、先生も昔 え小学校の頃にね同じ問題聞いたんだけどいまだにどうすべきだとかわかんないでもう意見も実はまとまらなかったんだよねだから一緒にちょっとみんなも考えてほしいという最初に問いかけるみたいなことが大事だこれをしないと生徒たちは無意識大人の気に入りそうなたった一つの正しい答えというのをついつい探しちゃうんですそうさせない先生もいまだに悩んでるっていうことをまず最初に言ってちょっと揺らす心を揺らしとくで2つ目のポイントですねこのつににいいいてて生徒に最も質問したいことっていうのは 生徒にもう一つの約束隠れてる約束に気づかせるということ一つ目の約束明日同じ場所へ手品をするよこれはねこの約束は誰でもわかるんです一つ目の約束にだけ注目しちゃうと子供との約束を守るに対する反対行動そうじゃない行動の選択肢がでも大劇場でデビューするチャンスを棒に振るなんて損だよねっていう損得感情になっちゃうんですよすると生徒たちっていうのはははーんと自分にとって損であっても約束を守れ大人たちはそういう道徳的 な話をしたいんだという風に読んじゃうわけですで、こういう風に展開してはいけないなめられちゃうで小学校の高学生だったら絶対にそういう風に考えるからなめられちゃいけない道徳的なミッション子供との約束を守るべきというのに対立要素としては尊徳感情ではなくて同じく道徳的なミッションを立てなければいけないわけですでこの場合は自分との約束つまり子供の頃から手品師になりたくて大劇場で披露するような立派な手品師になりたい子供の頃自分と約束したわけです ですね、自分との約束と一回会っただけの子供との約束どっちを取るべきかっていう風な葛藤に持っていかないとダメなんですねこれをですね更に分かりやすくさせるために例えばお母さんんとの約束にしてもいいんですよ自分は子供の頃お母さんに手品師になりたいって言ってお母さんが「じゃあ頑張るのよ」と言ったとでそのお母さんはもう死んでしまった今回出てくる男の子がお父さんが死んでしまってお母さんが仕事に行っちゃったのと同じように手品師もお母さんと昔約束してそそお母さんとの約束を守りたい。 みたいにしといて約束2つのバインド状態拘束状態にすると分かりやすくなるんですかり対立が分かりやすくなって子供たちもあれ大人が喜ぶ答えどっちだっていうのがわからなくなって自分の頭で考えるしかないわけですこういうふうにえ道徳的なミッションの対立概念を必ず道徳的で立てるというふうにしないと道徳の事業としては成立しにくいです子供との約束を優先すると自分との一番大事な約束を破ることになってしまうこの自分との約束 っていうのが生徒には分かりにくいと思うのでお話を説明するときにきっちり言うことっていうのがこの2番目だと思いますで3のですねまとめです教師が生徒に伝えたいことは何かっていうのはこの手品師は目の前のたった一人の観客が裏切れなかったこれがもうストーリーとして決まってるわけですしかしその結果自分との約束は守れなかったどうも何が正しかったんだろうとこんな感じでですね自然と教室はまず子供との約束はやっぱり一番大事でしょうっていう派と自分との約束一番 大事でしょうっていうといや尊徳で考えればいいんじゃないかという波とあと難しいから決められないというですね余波に多分分かれるはずなんですよ結論は出す必要はないつまり先生が生徒に一番問いたいものは自分で考えてくださいというですね掘り出すだけで小学校の高学年の道徳の授業としてはまあ十分だと思いますこんな風にねあの道徳の授業っていうのはありきたりの考えてやると絶対つまらなくなってでつまんない授業は小学校も年とかこうぐらいから子供たちに 読まれてしまうのでそれだけは気をつけてください